今日もの打倒役所天国、本日は2022年11月18日、はい、快晴でございましてね、あったかいですよ。さあ今日は金曜日ね、収穫出荷日でございまして、さあ11月半ばですけどもね、もう人参は変わって完全に出来上がってね、もう秋から冬のね野菜がこのようにね充実してきてますので、でこれからね今後来年のことを考えてね、もうここは人参は連作でございます。ここからねずっと畑の半分ぐらいまでは来年また秋冬人参連作ですよね。なので今年はねこうやって冬の間ね、もう少し、ここら辺をちょっときれいにしてね、少し畑を広げますね。ここのサイドのラインとあの奥のラインですよね、という形で一回ちょっときれいにして、それで使えるようにねいたします。ここの畑はね結構使えますので、こういう戦力になるところはね、頑張って、畑をね確保していかなきゃいけないということで、まあ連作になりますので、よし、よいしょ、ね、もう人参はこれからほぼ秋冬春全部連作で栽培でございますね。なのでここはもう耐熱マルチを毎年かけますので、おそらく7年やれば、まあ早ければ3年から5年でね、もう完全にほぼ草も生えてこなくなりますので、毎年ね耐用熱をかければですので、全然ねこれから今後ねどん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 楽になっていきますね。人参いいですね。パープルがメインなのでね、こっちはそんなにはね、これぐらいでいいかな。パープルをたくさん取りましょう。よいしょ、だんだんね今年1年目でもう ほぼねこうだいぶ確立してきてますので、3年でねもうおそらく早くね栽培っていうかね、あれを確立してしまえばもうねあんまり深くこう考えることはありませんので、でおそらくもう畑もね3ヘクタールぐらいかなと思ってましたけど、2ヘクタールでいけるかもしれませんね。もう畑をねできるだけ広げないように、しようと思ってますので、正直ね2ヘクタールでしたら、まあ自分で言うのもなんですけど、まあ寝ながら回るんですよ。なので本当に仕事が楽ですよね、正直。そうすると隅から隅までねきっちり管理ができますので、いいんじゃないかなというふうに思っております。2ヘクタールぐらいね、本当はもうちょっと3ヘクタールぐらいやらなきゃなと思うんですけど、まあまあ研修生とかねちょっと労働力が入ってきてくれればもうちょっと1ヘクタールぐらい増やしてもいいですけどね。まあ正直2ヘクタールだったら僕も家庭菜園の延長でできますので、はい、楽なんですよね。もうね千葉時代のようなね、なかなかその地獄の苦しみをちょっと味わいたくないなと。でまあね今講座の準備とか進めてますけども、だから農産物でねだけでね生計を立てるというよりも、そうやってねできるだけその教えるというかね、講座だとか何かでねこうやって畑やりながら生計が立てばね、僕はもうそれでいいので、はい、まあ正直畑はもうね散々やり尽くしましたので、もういいかなっていう、そっちの方がやっぱ強いですよね、僕のこの感覚的なものはね。なのでまあ2ヘクタールぐらいはやっぱりね最低限やっぱり人に教えるにしたってね、やっぱり腕を落としたくないのでね、2ヘクタールぐらいはまあ簡単に回せますんで、それでねもういいかなって感じですね。これからもうどんどんね
体も労働力も衰えていく一方ですから、足も動かなくなるかもしれないしね。まあ片足引きずりながらでも多分 1,2 ヘクタールは回ると思いますんで。でね、やっぱりあのもうコインにしてくれてるその瀬戸野菜のお客様がもう本当にね、お付き合い長いね方がたくさんおられますんで、その方たちのためにはね、僕もあの本当に多分最後までね、おそらく僕の瀬戸野菜を取ってくださる方っていうのはもう僕がね本当に最後の病床の淵にね、あの余命あと3ヶ月っていうね、その最後の瞬間までね、僕は瀬戸野菜だけは出そうと思ってますからいや、そんなあのジジイの死の間際の瀬戸野菜いらねえよと思われるかもしれませんけどもね、いや僕は出しますよ、そんなものはね食えと。ほいであのあれですよ、ちょっとボケちゃったりなんかしね、あの大根収穫、今から大根じゃない、はい人参が取れましたとか、いやいや百姓農園さんそれ大根じゃないよ、人参だよっていうね、そんなあのボケた感じになっちゃっててね、あの皆様からそうツッコミを食らうとよくないですかそれ、ダメそれ面白いじゃないですか、今日もあなたと百茶天国大根ですって、あるいは人参です今から人参取りますとか言ってね、いやいやいや百姓のおじさんそれあんた大根だよ人参じゃないよみたいなね、いい人参ができました皆さんみたいなね、今日はこの収穫が終わった後小学校に登校します、いやいやああダメだもう百姓のおじさん小学校っつってるよとか言って、まああなたはもうあの70回ってんだよってだから学校行かなくてもいいんだよっていうね、そういうコメントがいっぱいねあの何こうコメント欄にね、百姓農園さんあなたはもう学校に行かなくていいんだって、あれ今から研修ですみたいなね、今日は研修作業であの農場長に怒られました、人参の草むしりが遅いと言って怒られましたって、あ百姓農園さんよっぽど研修時代がトラウマになってんだな、かわいそうだなってね怒られちゃったんだってね、そういうあのあれですよ皆さん、あの慈愛に満ちたコメントしてくださいね、そういう時で、あのこの人も昔は8ヘクタールまでオーガニック栽培で8ヘクタールまで一早く大規模化してね鳴らしていたのに、もう今やこんな風になってしまいましたみたいなね、その哀れんだコメントが、昔は手数料4割でブチ切れていた百姓農園さんがもう今やこんな状況にみたいなね、どうですかそれ考えるとおもろいね、よくないですか、どうですかねえ、よいしょ、大根もこれ直売に出してもいいのかもな、大根って今1本いくらなんだろう、実際にね僕はその出してる直売所まだ行ってないので様子見に行きますかね、1本いくらぐらいだったらいいんだろうな、はいということでよく暮らせと、もうこれあんまりちょっとあれですねパツパツになってきてるので、隣のビタミン大根、これがね隣がビタミン大根なんですけどね、これね確実にね越冬しないとダメなんですけど、もうできてきてる気がするな、ダメだね、やっぱりもう大根のまく時期をね下手したら10月ですね、これもうできてきてんじゃないの、これダメだぜ、あまだまあでもまだまだだな、はい、まだまだだね、でも多分ビタミン大根でね寒さに当たらないとダメだから、どうすかね、まあまあそういうことでこの辺も一回ねザバンともう片付けちゃって、もうで吹っ飛ばしてね片付けてねやっとかないと、草入るとねダメですね、これ草の種が落ちるとダメですから、花が咲いてるこの段階でねもう片付けなきゃいけないですね、はい、ちゅうことでよいしょ、
よいしょ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 、あったかいわこれ、ヤッケが熱い。よいしょ、よし、よっ、はい、ということで次刃物ですね。よし、はい、はい、いやでもほんとあったかいわ。11月半ば過ぎたですよ、これ。このまま12月、これだって今も15度ぐらいありそうだもんね。はい、以上です。